こんにちは、 YouTube 都市館のアッキーです。それでは今回は今すぐできる血糖値を下げる40のルールについて解説していきます。あなたは血糖値が高いかもしれないです。特に太っている人は気をつけてください。そのまんま放置していると病気になってしまいます。血糖値は何年もかけて悪化していきます。あなたに症状が現れる頃には失明して目が見えなくなったり、心筋梗塞や脳卒中などになります。この動画では血糖値を改善するルールを11個解説していきます。早い段階できちんと対処してください。予防すれば糖尿病は怖い病気ではないです。この動画を参考にして今すぐに血糖値の改善を始めてください。今回の解説が分かりやすいと思った人はいいねやコメントをください。はじめに血糖値とは何かを解説します。白米やパスタなどの炭水化物に含まれている糖質は腸でブドウ糖に分解されて血液の中に入ります。これが血糖です。そしてその量を表したのが血糖値です。血糖値は糖尿病を早く発見したり治療の指標として健康診断で必ず測定されます。ちなみにブドウ糖は全身の細胞でエネルギーとして使われます。特に脳にとっては唯一のエネルギー源です。ブドウ糖は生命維持に欠かせない栄養素です。血糖値が高いってことは全身のブドウ糖が低下しているってことを意味します。高血糖の状態が続くと血管や全身の機能が悪くなって合併症になります。実際は血糖値が高くても症状が出ないことが多いです。かなり悪化してから初めて症状が現れます。日本糖尿病学会では糖尿病とその合併症を防ぐために血糖値の目標値を設定しています。参考にするのはヘモグラビン A1C の値です。ヘモグラビン A1C は過去2ヶ月間の血糖値の平均のことです。検診で必ず測るものです。この値を 6% 未満に維持することを目標にしてください。続いて血糖値を改善するルールを11個解説していきます。糖尿病のうち世界中で増えているのが2型の糖尿病です。2型糖尿病の原因は生活習慣です。短時間でご飯を食べたり脂っこいものが好きな人は気をつけてください。また食べてすぐに寝たりおやつが多い人も危険です。さらに睡眠不足や運動不足の人も気をつけてください。それでは11個のルールを解説していきます。1個目、ご飯は体型に見合う量を食べてください。高血糖の改善には食生活を見直して食べ過ぎを防ぐことが何よりも大事です。まず気をつけてほしいのが糖質の摂りすぎです。ただし糖質は大事なブドウ糖の供給源です。そのため制限しすぎるのは良くないです。年齢や体格や普段の活動量に見合う量をしっかりと摂ってください。1日に摂る糖質の多くは炭水化物を多く含むご飯などの主食です。一般的な適量は成人男性でご飯 200g、 成人女性で 150g、 高齢者で 100g です。定食屋さんでご飯大盛りが無料でも食べ過ぎには気をつけてください。2個目、食物繊維を摂ってください。高血糖が気になる人は食物繊維を積極的に摂ってください。食物繊維を多く含む食べ物は野菜、キノコ、わかめ、こんにゃくなどです。これらの食品を積極的に摂ってください。また食物繊維は熱に強いため、加熱調理によって壊れる心配がほとんどないです。そのため煮物や炒め物などどの調理方法でも大丈夫です。そして重要なのは食べる順番も気をつけることです。ご飯などの主食よりも先に食べることを意識してください。3個目、野菜は加熱して食べてください。厚生労働省によると、1日 350g の野菜を摂ることが勧められています。しかし、日本人はどの年代でも野菜が不足しています。あなたも野菜が足りていないです。野菜不足は栄養バランスを損なって、肥満や高血糖の原因になります。今日から野菜を普段よりも多く食べることを意識してください。では、1日 350g の野菜ってどれくらいなのか。生野菜で両手に山盛り3杯分です。実際はこれだけの野菜を毎日食べるのはかなり難しいです。そのため野菜スープや温野菜や野菜鍋にするなど加熱調理してください。
ただし野菜に豊富なビタミンは加熱すると減るものが多いです。生のものと加熱したものを両方食べることを意識してください。また野菜を細かく刻んでメインの料理に混ぜ込んでください。あなたが野菜の量を増やすと満腹感が得られます。野菜は低エネルギーのためたくさん食べても大丈夫です。4個目、白米ではなくて玄米を食べてください。穀物には食物繊維が多く含まれています。毎日玄米を摂ることで効率よく食物繊維を増やすことができます。またビタミン B1 が豊富なため血糖値の改善に効果的です。ご飯の場合は白米を玄米に変えてください。または白米に玄米を混ぜてみてください。食物繊維は野菜だけで補いきれないです。毎日玄米を食べることを意識してほしいと思います。5個目、お魚や納豆を食べてください。ミネラルの一種である亜鉛とクロムはお魚や豆類に多く含まれています。ちなみに亜鉛はインスリンの材料になります。そしてクロムはインスリンの働きを促して糖尿病を予防したり血液をサラサラにしてくれます。ホルモンの一種のインスリンは血糖値をコントロールする働きがあります。亜鉛は牡蠣やレバー、うなぎ、納豆などに多く含まれています。またクロムは豚肉、サバ、アサリ、昆布などに多く含まれています。これらの食品を積極的に摂るようにしてください。6個目、肉は赤身肉や皮なしにしてください。基本的に肉は高エネルギーです。エネルギーを控えるには脂肪の少ない部位を選んでください。肉の部位を変えるだけでエネルギー量を抑えられて肥満の防止に役立ちます。例えば鶏肉では手羽先やもも肉よりも胸肉やささみを選んでください。豚肉や牛肉ならロースやバラ肉を避けてヒレとかももを選んでください。豚肉や牛肉は赤身肉を選んだり脂身を取り除くことでエネルギー量を減らすことができます。ちなみに鶏肉は皮なしにすることでエネルギー量を約 40% もカットできます。脂肪の少ない部位を選んでエネルギーを控えめにしてください。7個目、肉の油を落としてください。肉に含まれる動物性脂肪は摂りすぎると中性脂肪や悪玉コレステロールを増やします。血糖値が気になる人はできるだけ油を落として食べてください。肉の旨味を残しながら油を減らすには網焼きや蒸し焼きがおすすめです。またフライパンで調理するときは肉から溶け出す油をペーパータオルなどでこまめに拭き取ってください。8個目、お酒の量を半分にしてください。お酒は血糖値を乱す原因になります。アルコールは 1ml につき約 7kcal あってエネルギーが高いです。またお酒を飲んでいるとこってりとした揚げ物を食べたくなります。その結果食べ過ぎてしまい高血糖になります。血糖値が高い人はお酒を控えてください。ただし血糖値の状態がいい人は適量であればお酒は大丈夫です。そしておつまみには低エネルギーで食物繊維が豊富な野菜などを選んでください。ちなみにお酒の適量は日本酒だったら1日に1合、ビールだったら 500ml1 本です。9個目、一品料理はおかずをセットにしてください。外でご飯を食べるときは丼物や麺類だけでなく野菜やおかずをセットにしてください。一品料理は栄養が偏りやすいです。麺類は炭水化物がほとんどです。血糖値を上げる可能性があります。適量を守った上で野菜やキノコや豆腐を使ったおかずを追加してください。ご飯が多いときは無理に全部食べずに残してください。麺類のスープも避けた方がいいです。スープには多くの塩分が含まれています。高血糖や高血圧につながってしまいます。10個目、お楽しみの日を作ってください。食生活の改善に取り組んでもついつい食べ過ぎてしまうこともあります。その場合は罪悪感を持たないでください。食べ過ぎた時は今日は月に1回のお楽しみ、そう割り切ってください。翌日から食事のバランスに気を使えば問題ないです。次の日は野菜中心の食事にしてください。いつもよりも10分だけ長く歩いてください。食事制限がストレスになるのは良くないです。好きなものが食べられないのは辛いです。そのため美味しいものを食べる楽しい日を作ってください。11個目、睡眠の質を上げてください。糖尿病のリスクを上げる要因の一つが睡眠不足です。
研究によると睡眠時間が平均7時間以下の人は平均7時間の人よりも糖尿病になるリスクが 2.8 倍も高いです。また寝すぎも糖尿病の原因になります。睡眠は7時間を目安に適度にとってください。睡眠改善のポイントを6個紹介します。1個目、寝る3時間前までに夜ご飯を済ませる。2個目、夜はカフェインを控えめにする。3個目、ぬるめのお湯に浸かる。4個目、自分に合った枕や寝巻きを使う。5個目、寝る前のお酒は控える。6個目、朝起きたらすぐに日光を浴びることです。夜ご飯を食べた後に寝てしまうと睡眠中も高血糖が続いてしまいます。また日光には体内時計をリセットする効果があります。夜更かしはやめてください。寝すぎもやめてください。体内時計が乱れて睡眠の質が下がってしまいます。起きたらすぐにカーテンを開けて日光を浴びるようにしてください。それではまとめいきます。血糖値とは何か。炭水化物に含まれる糖質は腸でブドウ糖に分解されて血液の中に入ります。これが血糖です。そしてその量を表すのが血糖値です。血糖値の元となるブドウ糖は全身の細胞でエネルギーとして使われます。特に脳にとっては唯一のエネルギー源です。ブドウ糖が多すぎるのは体に良くないですが、生命維持に欠かせない栄養素です。日本糖尿病学会では糖尿病とその合併症を防ぐために血糖値の目標値を設定しています。ヘモグラビン A1C の値を 6% 未満にすることを目指してください。続いて血糖値を改善するルール11個。1個目、ご飯は体型に見合う量を食べてください。高血糖の改善には食生活を見直して食べ過ぎを防ぐことが大事です。まず気をつけてほしいのが体内で血糖に変わる糖質の摂りすぎです。適量は成人男性でご飯 200g、 成人の女性で 150g、 高齢者で 100g です。これを基準に毎日ご飯を食べてください。2個目、食物繊維を摂ってください。高血糖が気になる人は食物繊維を積極的に摂ってください。食物繊維を多く含む食品は野菜、キノコ、わかめ、こんにゃくなどです。これらの食品を積極的に摂ってください。また食物繊維は熱に強いため加熱しても壊れる心配はほとんどないです。そのため煮物や炒め物などどの調理方法でも大丈夫です。3個目、野菜は加熱して食べてください。厚生労働省によると1日 350g の野菜を摂ることが勧められています。しかし日本人はどの年代でも野菜が不足しています。野菜を多く食べることを今日から意識してください。しかし実際に1日 350g の野菜を毎日食べるのは難しいです。そのため野菜スープや温野菜や野菜鍋にするなど工夫して食べるようにしてください。ただし加熱するとビタミンは減ってしまうため生のものと加熱したものを両方食べるようにしてください。4個目、玄米を食べてください。穀物には食物繊維が多く含まれています。またビタミン B1 が豊富なため血糖値の改善に効果的です。ご飯の場合は白米を玄米にしたり白米に玄米を混ぜてください。5個目、お魚や納豆を摂ってください。ミネラルの一種である亜鉛とクロムは魚や豆類に多く含まれています。亜鉛は牡蠣、レバー、うなぎ、納豆などに多く含まれています。またクロムは豚肉、サバ、アサリ、昆布などに多く含まれています。これらの食品を積極的に摂ってください。6個目、肉は赤身肉や皮なしにしてください。肉は高エネルギーなためできるだけ脂肪の少ない部位を選んでください。鶏肉なら手羽先やもも肉より胸肉やささみを選んでください。豚肉や牛肉ならロースやバラ肉を避けてヒレやもも肉にしてください。豚肉、牛肉は赤身肉を選んだり脂身を取り除くことでエネルギー量を減らすことができます。脂肪の少ない部位を選んでエネルギーを控えめにしてください。7個目、肉の油を落としてください。肉に含まれる動物性脂肪は摂りすぎると動脈硬化になる可能性があります。そのためできるだけ油を落として食べてください。肉の旨味を残しながら油を減らすには網焼きやオーブン焼きや蒸し焼きがおすすめです。またフライパンで調理する場合は肉から溶け出す油をペーパータオルなどでこまめに拭き取ってください。
8個目、お酒の量を半分にしてください。お酒は血糖値の状態を乱します。そしてお酒に酔うと食べる量が増えがちです。そのため血糖値が高い人はお酒を控えてください。まずは飲むお酒を半分に減らしてみてください。またおつまみには低エネルギーで食物繊維が豊富な野菜や豆腐を選んでください。お酒の飲む量を半分まで減らせたら、次は適量まで減らすことを目標にしてください。適量とは、日本酒だったら1日1合、ビールだったら 500ml1 本です。9個目、一品料理はおかずをセットにしてください。一品料理は栄養の偏りに注意が必要です。外食するときは丼物や麺類だけでなく、野菜やおかずをセットで食べてください。適量を守った上で、野菜、キノコ、豆腐を使った副菜を追加してください。また肉は脂身や皮を残したり、揚げ物がある場合は衣を外してみてください。エネルギー量を抑えることができます。ご飯が多いときは無理に全部食べずに残してください。麺類のスープも避けた方がいいです。10個目、お楽しみの日を作ってください。食生活の改善に取り組んでもついつい食べ過ぎてしまうことがあります。その場合、罪悪感を持つのはやめてください。食べ過ぎた時はこう思ってください。今日は月に1回のお楽しみ、そう割り切ってください。翌日から食事のバランスに気を使ってください。次の日は野菜中心の食事にしたり、いつもよりも10分間だけ長く歩いてください。好きなものが食べられないと本当に辛いです。たまには好きなものを食べる日を作ってください。11個目、質のいい睡眠をしてください。研究によると、睡眠時間が5時間以下の人は7時間の人よりも糖尿病になるリスクが 2.8 倍も高いです。睡眠は7時間を目安にしてください。睡眠改善のポイントは6個です。寝る3時間前までにご飯を済ませてください。夜はカフェインを控えめにしてください。ぬるめのお湯に浸かってください。自分に合った枕や寝巻きを使ってください。寝る前のお酒は控えてください。朝起きたらすぐに日光を浴びてください。解説は以上です。血糖値を下げるために今すぐに使える方法を11個解説しました。多くの場合、生活習慣を改善すると高血糖になることを防げます。今日学んだことを日常に今すぐに取り入れてください。他にも血糖値を下げる方法を知りたい人はぜひ本を読んでみてください。今回の解説が参考になったという人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。